cool. ご来館いただきまして誠にありがとうございます。ただいまブラシイルカショーを始めさせていただきますが、イルカショーの中でリング運び込んだとイルカショーが終わりました。握手コーナーというのがございます。それにね、皆様方も参加していただこうと思いまして、今からね、トレーナーのお兄さんとお姉さんがそちらの方へ向かいます、握手をしてみたいな、リングを投げてみたいなと思う方は、その係に、トレーナーにお申し付けください。握手は5人、リングは8人の方ができますよ。で、リングはですね、どなたでも投げられるんですが、握手はこちらのステージへ来ていただきますので、こちらのステージへ一人で来れる方でお願いいたしますね。あまり小さいお子様はちょっと危険ですので、ご遠慮お願いいたします。またですね、お父さんお母さんが会えたとまた一人というのはいいんですけどね、2人とかって出ますとまた余計に危険になりますので、ご了承くださいませ。それではよろしくお願いいたします。さあ、まあ最初はですね、ヘルカクタ16と揃っての呼吸合わせです。呼吸合わせはジャッピングのサインが出まして、一斉に水中深く潜って6と揃ってジャッピングです。これから僕たち私たち頑張りますよ、どうぞよろしくね、今日のジャッピングですね。大変お天気の方がいいですからね、ヘルカクたちも大変気持ちよさそうに飛んでくれておりますよ。さあ最後はお兄さんの目の前で6と揃ってジャッピングです。これからこのロッチャのイルカ君たちね、一生懸命頑張ってまいります。どうぞお待ちいただきなどに拍手などの応援もよろしくお願いいたしますね。さあ、それでは一旦ずつ紹介していくことにいたしましょう。まず、プールの中央にこっそり頭を出しているのがいます。ふわふわざらしのゴンちゃんと言います。大変気まぐれ者でして、ショーの邪魔ばかりしてるゴンちゃんですけどね、大変かわいいゴンちゃんです。どうぞ可愛がってあげてください。さあ、それではイルカ君の紹介いきましょう。まずは男の子同士でご挨拶で、カップルでご挨拶ですね。向こうが女の子のつまり、こちらが男の子のトリトンですよ。よろしくね、とペア握手でご挨拶です。さあ、続きましては、2組目のカップルのご挨拶行ってみましょう。はい、ちょっとね、2頭ともちょっと恥ずかしがり屋なんですが、さあ、頑張ってご挨拶してくださいよ。向こうが男の子のアリエス、こちらが女の子のフララです。よろしくね、とペア握手でご挨拶です。さあ最後に逃れました。1個ずつのボールですから、転換しないようにしながらね、持ってきてくれるようですが、さあまず早いのは、さあアリエスとスバルですね。お互い口にくわえてのか、下ジェミニ君は鼻先で、おやおや、ちょっと力が足りませんよ。さあカズラ君はポーンとゴロで返しです。はい、トリトン君もうまくお返しができたようですね。はい、トリトンとジェミニのボールもお返ししてくれるようですね。はい、どうやら、フローラが取りに行けなかったようですね。これはちょっといけませんね。それじゃあですね、カプラ君に、代表して取ってきてもらいましょう。他のイルカ君のミスはですね、しっかり、リーダーのカプラ君が補ってくれるわけなんですね。ここがリーダーたるゆえなわけなんですが、さあカプラ君がしっかり見つけ出しまして、口に加えましてね、さあ鼻先に持ち替えまして、お兄さんの手元までそれとお返しです。これで6つのボール戻ってまいりました。ボール運びでした。それぞれの皆さん一生懸命頑張ってくれましたからね、初めてのボール確実に戻ってまいりましたよ。さあ、イルカ君のエンジンも上がってきたところで、タフ種目頑張っていきましょう。まずは男の子のトリトンと女の子のスバルによりましょう。